さあ試合は6ラウンドということになります。大崎、ここまでのラウンドで相手の動きしっかりと読むことができたか。そろそろ仕掛けていってほしい、ムグルマさんの口からもそういった話がありました。さあしっかりステップを踏んでワンツーを見せていく大崎ジョージ。左のジャブ、あっとここはゴントラニー、しかし前へ出るのは大崎、ジャブからワンツーです。右のストレートが伸びました。さあゴントラニーもしっかりとガードを固めています。ステップを踏みながら前へ出るのは終始この大崎ジョージ。赤のトランクス、赤のグローブ、そして左から右、右のフック、そして右、左から右ワンツー。さあジャブを出していきます。左のボディーゴントラニーです。そして右のフック、左です。まだしっかり足は動いている大崎ジョージ。左のジャブ、相手を探ります。なんと右、ゴーントラディもしっかりガードを固めてじっくりと相手を見ます。左から右ワンツーはゴーントラディ、右から右のボディです。ゴーントラディでも このクラスになってくるとそれジャブだけ、はい、ジャブで当ててるだけではやっぱり相手も止まってこないんで、やっぱりパンチ、その続くパンチ欲しいですよね。でもやっぱりストレート系のパンチなんで、やっぱりそのワンツーワンツースリーというような形でもいいかもわからないですよね。なるほど、おっとボディーボディーダウン。第6ラウンド大崎左のボディーゴントラディーダウン。ムグラさん、これは完全に入りましたか。レバーパンチになりましたですね。最後は一発で仕留めました。2007年最後の試合、2008年は飛躍の年へ、大崎ジョージ見事な KO 勝利です。